久保さんいや、一番目指せと。まあ、みんな声を揃えて言うわけなんですけど、まあ、一番を目指すところもあれば、目指さなくてもいいところもあるんじゃないかなと思うのが、まあ、僕はね、ドリームアカデミアっていう、まあ、塾をやってるんですけど、そこはまあ、日本一を一応目指してます。うん。一応、日本一。まあ、でも、続ければ日本一になるとは思ってるので、目指してるというよりかは、もう確定済みっていう、<laughs> 続けるので。 多分22年続けるね、ガチで22年続ける講義をアップデートし続ける塾っていうのが多分ね、情報業界、この狭い業界の中では多分ない。なので日本一っていう。日本一を目指すというよりかは、おのずと日本一になるっていう感じですかね。で、お金の部分なんですけど、これはね、上を目指さないっていうね。うん、ほんとね、キリがないんですよ。だから久保さんが言った通り、 10億円貯金あったとしても1日3時間しか睡眠時間がなくて自由時間も全然なかったらいお金も使えないしな何のためにやってるのかっていうところじゃないですかだから自分のそのライフスタイルがある程度確立していてそしてまあ自由に使えるお金がちょっとあればそれで十分じゃないかなと僕は思いますねだからあのー、月収100万もどのように稼ぐかですよね 一日4時間とか3時間の労働で月収100万だったらまあ悪くないでしょう。ただしこれが、一、えー、日19時間、一日20時間働いて月収100万だったらその月収100万は欲しいですか一日20時間労働、4時間睡眠、これを毎日で月収100万欲しいですかその月収100万は。だから稼ぎ方って結構大事だと思うんですよね。 だから、その上で YouTube はもうめちゃめちゃその時間を増やせる一つのツールなので、もうガンガン使った方がいいと思いますよ。これからも使えます。時間を増やしたいんで。もっと。もっと時間を増やしたいですからね。ただ、時間を増やしすぎるとね、久保さんね。時間を増やしすぎると暇すぎて動画があの多くなるっていうね。何なんでしょうね。いってらっしゃい。